末川博士、末川博士、末川博士、1892年、明治25年11月20日から1977年、昭和52年2月16日は、日本の民法学者、日本学士委員会委員、立命館大学名誉総長、京都帝国大学教授、戦後に立命館大学学長、学校法人立命館総長を歴任。 立命館では末川を名誉総長として検証している。長男は立命館大学名誉教授で歴史学者の末川清。清の妻は日本画家橋本関節の孫娘。君四頭髄法省1942年14位1945年。末川は滝川事件後大阪商科大学で教弁を取る傍ら。 滝川事件により辞職した助教授、復讐の復帰に向けて活動していた。これには、兄弟法学部は、滝川事件により、教員の2、3を失い、その再建は、困難を極めていたという背景があった。当時の学部長の中島玉吉は、鳩山文章を訪問し、助教授4名、講師1名、助手3名の復職についての了解を求めた。 これと同時に法学部同窓会である有野部会が復帰工作をはじめ、特に兄弟出身で裁判所内の実力者であった大審院判事の細野ながらは、末川、常藤康氏と面会している。末川、常藤は細野の要請を受け、復帰の内諾を得た六人と共に、立命館大学学長に就任していた佐々木総一のもとを訪ねている。終戦後、 元教授たちに対しても、教団への復帰が要請され、法学部執行部部長である、黒田里氏は10月31日の法学部学生大会の席上で、宮本、辰川、末川、常藤の4教授復職を確約した。しかし末川はこの時点で、教団復帰を拒否しており、復帰の正式交渉は受けていない。しかし一万一そんな話を持ち込んできてもはっきり、断るまでだ。 関東や異界君等を身につけて講談に立っている、管立大学にどうして真に、民主主義的な学園が生まれよう。研究の自由大学の自治が期待できよう。欧米の有名な大学、権威ある大学はほとんど私立である。私学においてこそ学的良心に反しない、研究態度が求められるのだと信じている。ともかく現在のような教授の顔ぶれの中から私が、再び、 仲間入りすようなことがあれば、およそ頭脳を疑われると思うがねと、新聞記者の取材に対して答えた。立命館大学法学部学者、尊ン館一階ホールには、彼の言葉が掲げられている。末川個人については、自伝、彼の歩んだ道、岩波新書、1965年など、滝川事件については、末川博士関係資料昭和8年。 兄弟事件関係資料、立命館大学図書館、九百八十七年に、詳しい。他にも、末川博史随奏全集全十冊、栗田出版会、九百七十一から九百七十五年、や、追悼文集、追奏、末川博有比較、日九百七十九年、電気、末川博史学問と、人生、金代正則著、有婚者、 1997年等で末川を知ることができる。末川は民法学のタイトである阿賀妻久氏に並び、東の阿賀妻、西の末川と称される関西の民法学のオスであった。阿賀妻は末川を引き合いに出し、今、京都帝大では末川先生がエネルギッシュに多くの優れた論文を発表して日本の民法学をリードしておられる。 末川先生の指導の下で優秀な若い研究者が懸命に勉強している。東大も頑張らないと京大に圧倒されてしまうかもしれない。お前もそのつもりでしっかりやれと教え子の川島武義を激励してた。特に権利侵害論に関する功績が大きく評価されている。末川の考え方は以下のように整理される。放棄には人に 一定の行為を命令する命令的法規と人の一定の対応を許容し、これに一定の権利を与える許容的法規の区別があり、近代法においては許容的法規の方が優越的地位を占めている。ところが、権利は法秩序の一部であるから、そのような権利を侵害することは法秩序を侵害することと同義であり、それは違法と評価される。 そのような意味で権利というものは客観的な法秩序の一部であるから、権利侵害は当然に違法な行為であるという評価を受けることになるのであるが、法律はそういう許容的法規だけではないのであって、命令的法規もあるから、法律の命令に違反するような行為、あるいは法律の命令に反しなくても、公助領族に反するような行為は、権利の侵害でくても違法性を帯びる。 このような権利侵害の考え方は、阿賀妻久氏に受け継がれ相関関係説に発展し、戦後は阿賀妻民法学を承継した加藤一郎によって、受人間ドロンに発展させられた。末川は、物件行為の独自性を唱えていた。この説自体はドイツに存在する説であり、他の学者に唱えるものもあったが、末川の理論は、そのようなドイツの学説の引き写しではなく、 日本の社会的実態をも深く考察した独創的なものであった。すなわち、日本では単に契約を締結しただけで所有権が移転すると考えられているのではなく、人々は代金の支払いなどをもって初めて所有権が移転したことを認識していると指摘した。この観点からの理論構成は、川島武雄氏に高く評価され、大村厚氏も無視できない指摘と評価する。 末川の極めて大きな社会的業績としては、現在の六方全書の形を作り上げたことが挙げられる。末川が六方全書を刊行する以前にも、六方全書という名のついた法規集が有非閣などから刊行されていたが、それらは非常に高価で、さらに民法、商法などに分割された形式であった。昭和2年。 スウェッカーは、旧来の不便な六法を改善するため、自故作品を呼び、参照条文付きの法文集の発行を考え、岩波茂雄にその考えを打ち明けた。岩波茂雄はその六法を、岩波文庫の中に収録することを考えていたが、当時岩波宅に寄宿していた東京地裁判事、安倍博士の実務家としての助を受けて、六法全書としての観光を横断した。 現在と異なり、参考とするべき六法がなかったため、自公作品を呼び、参照条文の作成作業には2年を費やした。この作成作業には、末川本人のほか末川研究室より、文科生の谷口智平、亀井秀夫、石本正夫が、実務課からは、山口祐吉、山崎一郎、大江田も次阿部安倍博士が従事した。末川の創意工夫を凝らした。 六方全書は一世を風靡し、岩波茂雄がこのような六方が売れるかと不安であったにもかかわらず、取り次ぎ店から当時としては異例の七千部分の注文があり、末川と岩波は驚愕したと言われている。岩波版六方全書の発刊により、旧来の不便な六方は淘汰され、有企画の社長であったエクサシローは六方の発行を取りやめることを決定した。 平和運動に邁進した末川だが、戦時中は著書で、ことあらば命に従って急に赴くの用意と覚悟とのもとに、平常時よりも一段と、盛んな意気と感激を持って学問に精進することを要する。将来を担う者としての自覚と責任感、そして同年配の友の多くが銃を取り、ハンマーを握りしめている勇士を思う手の反省。 それらによって、学森の熱意はいよいよ高められるべきである。歴の側面から、中央考論者、1942年という発言をしていた。曝露本、進歩的文化人学者先生戦前戦を現地集には末川について、次の副題が付けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。